ドイツ言うたらウィーン体制でオーストリアを中心に一つにまとまって、そしたら1834年ドイツ関税同盟で近づくんやが、フランクフルト国民議会で失敗。そやからビルヘルム一世のプロイセン首相ビスマルクが鉄の尻で3回戦争で統一をお尻進めてくね。ちなみにこれでナポレオン3世は捕まって、フランスは第二帝政がなくなるのや。簡単に言うと、土地広げーの統一 C の安定させーのビスマルク大使っていう感じやな。次、イタリアやとカルボナリの後を継いだマッツィーニの青年イタリア。ほら、ドイツと同じ頃な。北はクリミア戦争で出た、あのサルディーニャのカブールがイタリア統一戦争。ちなみになんでこの色つったかって、サルディーニャのカブールで猫カブールってことや、気づいてた？その後、ガリバルディが土地上げて二つが一つになってん。トップはイタリア的な名前のヴィトリオ・エマヌエル2世。未回収のイタリアとか南北格差とかもあるけど、一応統一っていう話な。ほな一応今回はこれまで。これから4章頑張っていこう！スリスリー！まずはアフリカ。ベルギーがコンゴを取ると、イギリスは南北取ったからって縦に。フランスは自分の近いところから横に。ほんでここでぶつかるも、スーダンをイギリスに。モロッコをフランスに。って決着や。地図で覚えると楽やで。あとはいろんな国が取ってくで。独立しとんのはエチオピア、リベリアだけな。ほんでアジア。これも基本イギリス。ほんでフランスやオランダな。この辺は大航海で生まれた東インド会社の生んだ香辛料やからな。どや、大体捕まえたなら次やで。世界中がヨーロッパ一色ってなりつつある中、そこに待ったをかける国が出てくんのや。ヒントはこれ！米印！ってなんでこれ？注意しろってことかな。今回はアメリカの動きや。まず日本を開けられてしまうんやけど、そうすると、いじめられた日本は、そのまま中国方面へ攻めて、いじめる日清戦争。きっかけは、3回目の朝鮮のチェジェウの東学党の乱や。すると、アメリカ、孤立主義のまるっきり逆やで、マッキンリーが1898年から、スペインと戦争すると、太平洋全域に手を広げて、とうとうヨーロッパとぶつかんねん。でも喧嘩が起きるわけやないで。ヨーロッパで分けられた中国に対しては、戦争とかでやのうて、ジョン・ヘイが、1900年、蒙古解放宣言ってやつで、アメリカにもチャンスくれやー言うて混ざってくね。ほな、一体この後何が起こったんか。これが、これから4話以降の話で出てくんで。ほな、これからが見どころの4章。みんなで頑張ってくぞーい。今回のをまとめると、武道事件などでドイツ嫌いのフランスを囲むビスマルク体制を、ビルヘルム2世が壊すと、まあ、もろもろあって、三国協商と三国同盟の対決や。これが、三名いらっしゃいせー。エフロどういたしやしてー。な。するとこっから本番や。対戦は1914年。そやけどそのメインの前にバルカン戦争が2回。この2回で痛い目見たトルコとブルガリアが、この後の第一次世界大戦で三国同盟側につくねんな。ほんでこのバルカン戦争が2回やった後のサラエボ事件で、オーストリアとセルビアでバトルスタートや。すると、西のマルヌに東のタンネンで戦って、戦争はどんどん激化。そんな中、トルコやブルガリアが同盟側について、ほんで逆にイタリアは協商側について、イギリスの秘密外交の嘘で植民地などの参加もあって、日本などアジアでも戦いが起こるなど、戦闘はその名の通り総力戦の世界大戦。その転機になったんが、やめて悔いなしロシア革命に起こった1917年や。それでロシアがやめるんやが、無制限に起こったアメリカが参戦。すると翌年、アメリカは14カ条の平和原則を出すし、ブレスト・リトフスク条約で完全にロシアは手を引いてくね。逆に同盟側もドイツ以外が手を引くと、キール軍港の水平反乱でドイツも諦めて、行く行くパリのベルサイユ。ごめんなさいの思いは届けて、戦争はおしまいになったよな。ちなみに、まとめの後にベルサイユ体制のまとめの取得から、そっちも頭入れててな。あと、ここのまとめはドラマ仕立てにしとくから、そっちで覚えてな。おばちゃん、またね。またいらっしゃい。そうだ、この六角飴あげるわ。風呂上がりにぴったりのコーヒー牛乳味よ。いいの？いやいや、それじゃあ、またらしいね。うん、バイバーイ。キキー、ドーン。坊や、
ぼやー。え、生きてる。よかったね。あれ？僕無傷だ。車に轢かれたのに、どうして？あ、胸に入れてた六角飴が、割れてる。そうか、ちょうど僕の盾になってくれたんだ。ほんとだ。よかったわね。僕と君と、そして、いつもあなたの胸に、六角飴。いやー、そうかそうか。よかったな。胸の飴がドラマで、主人公の命をピストルの弾から守るペンダントの役割、みたいな感じで、車の衝突から守ってくれたんだね。ああ、ほんま、助かってよかったな。あんた、んなわけやるか！相手取られてるぞ！取られてんだ、この野郎！ああ！今回もまた第一世界大戦の流れになったね！ババさんまたね。六角飴さん、いいよ、ブレーキ。こんな奥深い CM やったやなんて。で、どうやったのか。世界史アニメ初のアニメ仕立て暗記講座。ってのが、真面目に受験勉強してるみんなには、ちょっとムカつくかもしれんけど、その国の人とかな、あと常にこうちょっと嫌な感じするけど、ごめんなさいね。受験終わるまでやから、我慢してもらっていいやろか。ほんな、まとまったらおまけの後に、西のロシアから中国見てくで。ほな。このロシアのポイントは、なんつってもソビエト。国内がガタガタのロシアが立派に一人でビシッと立つようになるから、その様子を日本ではルーをつけてソビエトルって動詞にしてくらいやねん。そやけどそれまでには色々あったんやで。日露戦争で不満が爆発してロシア第一革命。その後10月宣言。でもストルイピンが戻す。すると第一世界大戦に参加。で、ペトログラードで暴動の2月革命や。するとソビエトが出てくんねんけど、ソビエトル。いやで。ソビエトルンやから、一個がドーンとするもんやな。そやから、ソビエトと並ぶ臨時政府は倒すし、憲法制定議会も倒すね。そして戦争をやめて、社会主義固めると、ソ連が成立。そして、レーニンが亡くなった後出てきた、スターリン&トリツキー。いやけど、ソビエトル。やから、一人でビシッと、一国社会主義のスターリンが権力握って。よっしゃ、これでバッチリ押せましたーってなったら、次の中国で、折り返しの半分や。しんどいかもしれへんけど、もうちょい頑張ってこな。今回は中国秦の崩壊期。この頃の中国っていうのは、ろくな人間がおらへん。せやから良くなるきっかけをことごとく潰していくねん。きっかけは日清戦争。これでいかんって、こういうのどうですかーやるも、西太后がそんなことさせへん、や。すると門戸開放やらでアメリカまでやってくるんで、排外の義和団事件。これでボコボコにされて完璧にやられたから瀬戸際だって気づいて同盟会。政府も改革。そやけど鉄道国有化なんて言うからしぶしぶオッケーなんちゅうわけの色はって中華料理食いに行こうの中華民国。この時戦闘艇が潰すのだけはせんといて言うもええ加減にすんかいって秦が倒れる。これで中国も持ち直るって思ったとこでええ加減にすんかいの遠征外が独裁しだし。ことごとく潰してくれるよな。西太后に溥儀、辛亥革命に袁世凱、ハーディングの21箇条、ろくなやつ、ろくなこと一個もないで。ってなわけで今回のテーマはろくでなしチャイニーズってことやな。それやのに4章の6話目ってなんかこうまあ皮肉なもんやな。ほんでもとうとう6話目来たで。これで4章も折り返しや。あと半分。これで世界史は終わりになるからもう一息頑張っていこうな。さて、戦闘の20世紀のアメリカは、ドイツにこれでどやろーって、賠償金返せるような手助けをすんねんけど、世界恐慌で一気に空気がまずくなるんで、フランクリンの巻き直しニューディールに、ローズベルトの甘い前輪外交。それでも結局、大戦に突入すると、日本が南下して、信じられない大変よーの後、見とれーってなると、戦うなら勝てやでーって、1945年、ポツダム宣言や。戦後処理は真っ赤せやなさーいってなれば、その勢いはとどまることを知らず。なんて思ってたら、コミンフォルムでソ連が出てきて、納豆ご飯の対立や。一番危なかったキューバ危機は、フルシチョフが許しちゃるってなって人類史上初で人類を終わらせてまうかもしれん、核対核の戦争は、なんとか起きんかって。温泉だけに、ホットスパは。なっちゃって。ソ連は
戦後スターリンの下で一国社会主義や第一五カ年計画などで力をつけたら反ファシズム統一戦線、スペインではイギリスフランスの不干渉で負けるも、第二次のきっかけポーランド侵攻ではそのドイツと手を組み、三国同盟でピロシキピーンチを迎えると日本と手を組み、ドイツ日本と手を組んで手を組んでドイツ日本と倒すんや。すると第二次世界大戦後東欧は社会主義化、あと北朝鮮や北ベトナムあたりやな。まあ北と東が社会主義圏のキーワードやから、ほっと社会圏って覚えたな。するとスターリンが死んで、フルシチョフが資本と仲良く、キューバ危機までユルシチョフの平和共存路線、その分国内外で社会主義なだけに反対のハンガリー事件と社会主義仲間の中国との対立で、資本主義とはベトナム戦争、そしてプレジネフの宇宙開発でベトナムアフガンと戦って最後のゴール、もうゴールまであとちょいやでーのゴールはちょいのゴルバチョフが全てを終わらして、エリツィンがソ連の消滅を宣言したんや。ここまで来たら一旦ソ連は終わりやで。だいぶ世界史も進んできたな。あともうちょいで終わりやで。それまで俺も精一杯みんなを応援するから、しっかり頑張って必ず合格を手にするんやで。ほな、みんなの合格を精一杯応援して。行くで。フレープレーゴールエリフルプレゴールエリフルプレゴールエリなんちゃって。戦後苦しむドイツはフランスにルール取られると、おっかねーなんちゃってどうやろー。いや、そんな中ヨーロッパに酒井恭子の恐怖が巻き起こると、ブロック経済で対抗、植民地を取られブロックできないドイツは時計の針を戻すことにしたんや。せやから針を戻して戦争に、針を戻して決着をってなったところで、ソ連が踏ん張り、三本柱がテヘラン会談で協力、これで何度かドイツを負けさすことができたんや。戦後は第一次同様パリ講和の後国際連合、ほんでも今回は本当は EK やと思うんやけど EC、 それが EU へと成長して今に至るんや。これで戦闘の20世紀三本柱も終わったで。せやから最後にその隙間を埋めたら4章はおしまいや。ほなあと少しやで、頑張ろうな、ファイトー。